こんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、毎年夏になると、靖国神社とかの問題で揉めるじゃない？そうだなぁ。戦争犯罪者が祀られているところに参拝するなんて、ってことなんだろうと思うんだけど、なんかこうしっくりこないのよねー。参拝に反対ってことか？違うの、日本にも戦争犯罪者ってたくさん処刑されたけど、なんかみんな悪いイメージがないのよね。そんなに極悪人なのかしら？って、なるほどなぁ。英霊とかの立場は置いておいて、一人の人間として見ると、そんなに悪い人じゃない気がするってことか。そうそう。東条秀樹とかとんでもない悪人だって言うけど、そんな逸話とか聞いたことないのよね。ふむ。それじゃあ今日は東条秀樹の謎について解説していこう。それじゃあゆっくりしていってね。じゃあまずは東条秀樹の生い立ちについて紹介しよう。1884年、東条秀樹は東京市麹町区にて、陸軍歩兵中尉、東条秀則の三男として生まれた。秀則は陸軍大学を首席で卒業したエリートで、夢は陸軍大将になることだった。しかし出世できず中将止まりだったため、その夢を東条に託すことになる。でも三男なんでしょ？長男と次男は幼くして亡くなっていたから、東条は実質長男の扱いだったんだ。父の期待を一身に背負い軍人への道を歩み始めた東条だが、父のような天才ではなかった。陸軍幼年学校入学時の成績は、中の下くらいだったそうだ。へえ、意外な生い立ちね。しかし東条は努力の人で、22歳で陸軍士官学校を卒業する頃には、360人中10番目という上位の成績を収めるようになっていた。卒業後は少尉、中尉と順調にキャリアを積んでいく中、陸軍大学を受験する。天才ではなくて、努力の秀才だったのね。東条はこの陸軍大学の受験に2度失敗したが、努力し続け、29歳の時に3度目の受験に合格した。29歳で入学したの、気長に頑張ったのねー。32歳で陸軍大学を卒業すると、東条は駐在武官としてスイス、ドイツへ派遣されることになった。この時に重要なのが、1921年に南ドイツの都市バーデンバーデンにて交わされた。バーデンバーデンの密約だ。何それ？士官学校時代の先輩である永田鉄山、小畑敏四郎、岡村康二との制約で、陸軍上層部を牛耳っている長州伐の打倒すること、満蒙問題の解決を目指すものだった。満蒙って満州のことね。陸軍は日露戦争でいた満州をきっかけに、中国方面への侵攻を進めていた。しかし中華民国が国権の回復を図ったり、南満州鉄道の経営不振などもあり、満州の権益は危うくなっていた。それらをひっくるめて、満蒙の問題ってことね。このバーデンバーデンの密約は、東条の帰国後、1931年の満州事変まで繋がることになる。満州事変って南満州鉄道を関東軍が爆破したのに、中国のせいにして満州を占領したのよね。そうだ。当時は世界恐慌の影響もあって、新たな資源が期待できる満州は大事な土地だった。だからその満州を正当に手に入れるために、満州事変を起こした。東条は満州事変にどう関わったの？主に事務的な面でこの計画をサポートしたと言われている。またこの頃、東条の人となりを表す面白い逸話がある。何何？この頃、東条は陸軍第一歩兵連隊長を務めていた。通常、陸軍の連隊には連隊長や中隊長など細かく分かれていたから、トップの連隊長と顔を合わす機会はなかなかなかった。そうよね。特に入隊したばっかりだったら、全く顔を合わせたことがないのが普通じゃない？演説とか儀式の時とかは見るだろうけど。ところが東条は、第一連隊に新しく入ってくる兵卒は名前や顔だけでなく、家庭環境なども全て記憶して、中隊長にも自身の隊に加わる兵卒の身の上を把握するよう指示していた。すごい数になるでしょうに、すごいわね。兵卒一人一人と実際に対面して話をすることも多く、人情連隊長の異名で通っていたとも言われている。イメージ変わるわねー。隊長に気さくに話しかけられたら、緊張するけど嬉しくなっちゃいそう。エリートの生まれなのに、部下に気を配るってなかなかできないよな。そして1935年になると、東条は満州の関東軍憲兵隊司令官に就任する。いきなり出世したように感じるけど、どうして司令官になったの？当時ロシア革命をきっかけに、日本でも共産主義勢力が強くなっていた。政府は共産主義を厳しく取り締まっていたが、東条も関東軍内で多くの共産主義者を検挙したことから、功績が認められたんだ。そうか。資本主義で成立している日本では、共産主義は危険な思想になるものね。また、この頃陸軍内に行動派という新しい派閥が生まれて、1936年に政府主要人物が襲撃される 2.26 事件が起きた。
天皇が直接政治を行えるように、青年将校たちが政府の主要人物を襲撃したのよね。この事件から関東軍でも、行動派が混乱を巻き起こそうとするが、東条はこれを鎮圧して、当事者らを検挙した。この功績からさらに東条は、指導者として注目を集めるようになった。そりゃ共産主義やクーデターを防げるなら、すごい優秀な指導者よね。そして1937年、日本軍と中国軍が衝突する盧溝橋事件が勃発し、中国への侵攻を開始する。東条は司令官を任され、東条兵団を率いて破竹の勢いで中国を侵攻していった。でもこのせいで、アメリカを刺激しちゃうのよねー。日中戦争では、中国がアメリカやイギリスから物資の補給を受けていたため、中国への補給を止めようとした。物資を断たないと、消耗戦になるだけだものね。するとアメリカは、日本への石油の輸出を止め、中国からの日本軍全面撤退を要求してくる。当時の首相であった近衛文麿は、アメリカとの戦争を避けるため、東条に中国からの撤兵をそれとなく促した。でも東条は聞かなかった。そうだ。撤兵をすれば、侵略戦争をしていると認めることになってしまうと反対したそうだ。兵たちは正しいと思って戦争しているんだものね。ここでトップが逃げたら、何のために今まで戦ってきたのかわからなくなっちゃうわ。さらに陸海軍が提出した帝国国策遂行要領によって、10月上旬に交渉がまとまらなければ、アメリカとの開戦に踏み切ることはすでに決められていた。そこで近衛首相は、ここで内閣総辞職を決意する。アメリカとの開戦は止められないってことね。次の首相として候補に上がったのが、皇族出身の陸軍大将であった東国宮成彦だ。皇族の血を引いている人なら、軍をまとめることができるものね。しかしここで異論を唱えたのが、内大臣の木戸幸一だった。そして木戸は、なんと東条を首相に推薦する。木戸はアメリカと開戦すべきだと思っていたの？いや。東条が開戦派から絶対的な支持があったこと、東条が天皇の命令を絶対と感じていたことから、アメリカとの戦争を止められるのは東条だけ、と感じたからだそうだ。なるほど。天皇が開戦を拒否すれば、東条が開戦派もまとめてくれると期待したわけね。結局木戸は独断で天皇の許可を得て、東条を陸軍大臣のまま首相に就任させてしまう。昭和天皇から首相就任を言い渡された際は、東条本人が一番驚いていたそうだ。中の上くらいの秀才が、国のトップになったんだものね。首相に任命され、天皇の望みが戦争回避だと知ると、東条は自身の意見を変え、戦争を避けるための道を模索し始めた。木戸の思った通りになったわけね。東条はアメリカにすぐではなく、長期的なスパンをかけて中国から撤兵する、という妥協案を提示したが、アメリカは中国からの全面撤兵を強固に主張した。アメリカが口出してくるのも変な話なんだけどね。それどころか春、ノートという日本に不利な条件ばかり提示してくる。というのも、当時のルーズベルト大統領は日本との開戦を望んでいたため、このような無理強いをしてきたんだ。そんな意図があるんだったら、最初から交渉がうまくいくわけがないわね。春、ノートを最後通帳と受け取った東条は、日米開戦に望む決意をした。天皇の意向に添えなかった不甲斐なさを悔やみ、開戦決定の奏上を涙声になりながら行ったそうだ。そして真珠湾攻撃から太平洋戦争が始まったわけね。そうだ。開戦当初の軍事力はわずかに日本が勝っていたが、物資の輸入や生産力ではアメリカにかなわない。不利になる中東条の指揮能力が疑われ始め、東条は首相としての権威を保つ政策に出る必要が出てきた。そこで大東亜会議が開かれたんだ。どんな会議だったの？大亜中華民国をはじめとする、アジア各国を集め、欧米諸国を追い払い、各国の独立を支援して新たな政治的連合を築いていくという大東亜共同宣言を発表したわけだ。アジア各国が、欧米からの植民地から解放されるために、一緒に戦おうってことね。さらに当時の陸軍には問題があった。まず軍の人事、財政、武器などを管理する陸軍省と、戦争の際の軍の指揮を担当する参謀本部が分かれていたことだ。あ、参謀本部って別の組織だったのね。そうだ。陸軍省は政府の支配下に置かれた組織だが、参謀本部は政府には属さない天皇直轄の組織だった。そして参謀本部は戦況の不利を政府に詳しく伝えていなかった。ダメじゃない、情報はちゃんと共有しなきゃ。そのため東条はこの参謀本部を自身の下に加えるべく、当時の杉山参謀総長を辞任させ、自らが参謀総長に就任することにした。つまり内閣総理大臣、陸軍大臣、参謀総長すべてが、東条英機になったんだ。肩書きだけ聞くと独裁者みたいだけど、理由があったわけね。主導権を握った東条は絶対国防権を設定し、特にマリアナ諸島に集中して守備を固めた。でもどんどん惨敗していってしまうのよね。
サイパンの戦いにも敗北すると、絶対国防圏も崩壊することになった。強い批判を受けた東条は人事異動などで危機を回避しようとするが、すでに求心力を失っており、ついに1944年7月18日、東条内閣は総辞職する。政府は終戦に向かった方がいいって判断だったのかしら。そうだな。しかし東条は断固として戦争継続、徹底抗戦するつもりだった。どうして?天皇への忠義が絶対でも、国のために間違っていることなら、意に背いてでも断行するべきだ。それが勤王の精神でもある、と考えたわけだ。でも昭和天皇は終戦の決断をしちゃうのよね。そうだ。それを聞いた東条は御政壇ありたる以上、やむを得ないと、意向に従ったそうだ。最後の最後は天皇の考えに従ったわけね。終戦を受けてからの東条は、連合国軍による逮捕を覚悟し、次男以下の子供たちを分家、養子に出すなど、家族に被害が出ないよう配慮した。そして、逮捕が確定した9月11日、東条は自身の心臓を拳銃で撃ち、自殺を図った。そうなの。しかし急所を外していたため、連合国軍の治療によって一命を取り留め、巣鴨プリズンに収容された東条は1948年まで、被告として極東国際軍事裁判に出廷することとなる。俗に言う東京裁判ね。東京裁判では、他の被告が責任転嫁を行う中、東条は一切自己弁護を行わなかった。東条が被告として述べたのは、戦争は内閣や軍統帥部が決定したことで、天皇陛下は同意されただけ。よってこの戦争の責任は全て私にあるということ。全て自分の責任にあるとしたのね。また太平洋戦争は自衛戦争であり、国際法には抵触していないということの2点だった。結果、この裁判で東条は永久戦犯となるが、昭和天皇はこれらの証言から裁かれることはなかった。東条の証言が変わっていたら、天皇の行く末も変わっていたかもね。死刑執行に際しても、東条は毅然とした態度を崩さなかった。収容された東条は浄土真宗に傾倒し、戦争を推し進めたこと深く懺悔したそうだ。そして1948年12月23日、公主刑によって東条秀樹は64歳にして生涯を終えることとなる。やっぱり悪い人の気がしないわねー。東条の功績を見てみようか。まずは優秀なリーダーだったということだ。夜12時まで職務をこなし、日曜にも書類整理を行うなど、職務に忠実すぎるほどに熱心だったそうだ。真面目なのは幼い頃からずっと変わらないのね。また戦中に兵が行った略奪や虐殺には、身分に関係なく軍法会議にかけている。軍の規律や風紀の引き締めを行ったため、軍内でのモラルは向上したと言われているぜ。そうなの、なんか後世のイメージとは逆ね。また多くのユダヤ人を救ったというのもある。1938年に東条が満州で関東軍参謀長を務めていた時、満州の国境近くにあるソ連のオトポールに、ナチスの迫害から逃れたユダヤ人が到着した。ソ連に受け入れを拒否されちゃったのね。当時の参謀長だった東条に受け入れの許可を求めると、東条はこれを承諾した。ドイツから文句は言われなかったの?ドイツの抗議に対し、当然なる人道上の配慮によって行われたものと述べて一蹴している。素晴らしい考えね。このことが東京裁判でも取り上げられていたら、さらに面白い逸話もある。東条秀樹が国民のゴミ箱を漁っていたというものだ。ゴミ箱?なんで?国民の実生活について心配していて、その実情をこの目で確認したいからだそうだ。真面目な東条らしいエピソードだな。国民の生活を心配していたっていうのもわかるわね。また日米開戦を悔やんでいたエピソードもある。開戦を昭和天皇に伝える際は何度も涙声となっていたし、開戦日2日前には首相官邸で皇居の方を向き、正座で号泣しているのを、妻の勝子が目撃している。本当に戦争はしたくなかったのね。負けることもわかっていたんじゃないかしら。しかし最近新たなメモが見つかった。これは当時の内務次官である湯沢道夫が、東条の言動を書き留めたもので、東条は興奮を抑えられず、天皇が覚悟を決めてくれた段階ですでに勝ったとほろ酔い気分で語ったと書かれていた。ん?これはどっちが本当なのかしらね。個人的には、後の証言なんかと合わせて考えると、前者のエピソードをしたいな。さらに自殺未遂をしたが実は暗殺未遂だったという説もある。誰が暗殺しようとしたの?ぬかたひろしという陸軍軍人が、東条が服を着替えに奥の部屋に行ったのを逃亡すると勘違いした憲兵が拳銃で撃ったと報告されたと残しているんだ。それはちょっと走りすぎじゃない?陸軍の人なら、なおさらそんなことはしなさそう。今ではこの暗殺説は完全に否定されているから、創作と考えていいんじゃないかな?そうね。自害しようとした方が、当時の軍人の倫理観からしてもしっくりくるわ。どうだった霊夢?優秀な人物なのは間違いないし、人間としても魅力的だと思ったわ。
特に間違った政治をしたわけでもないと思う。そうだな。開戦に至ったのは、東条だけのせいとは思えないよな。言うならば、時代が東条秀樹を悪人にしたんだと思う。多分処刑という罰を受けなくても、東条は罪を償うために、戦後の日本でも活躍できる人材だったと思うわ。この時代はいろんな人が、一方的な見方で悪にされたり正義にされたりしてるからな。こういう機会で、もう一度その人の功績なんかも振り返ってほしいぜ。本当にそうね。そういういろんな見方をすることが、本当の正しい理解につながっていくのよね。それでご視聴ありがとうございました。